皆さんこんにちは、つかみごとです。日本に引っ越してきてからまあ徐々に家具とか集めてるんだけど、ソファはね、日本に来て2日目の日にニトリに行ってめっちゃいい感じのソファがあって、それ買ったんだけど、郵送してもらうことになってたんだけど、それなんと2週間ぐらいかかるだって。なんかすぐ届くと思ってたんだけど、2週間もかかるらしくて、まだこの家にはもうソファがない。もうあんまり座るとこないこの家でも、他の机とかテレビ台とかいろんなもの買ってるから、段ボールはたくさんある。これ見て、もうこんなにあるよ。だから今日はソファが来るまでのソファ作りたいと思います。今日はソファ作るぜ。今日の武器はこのテープとハサミ。でもその前にちょっと設計図ちょっと書いてみようか。行こう。この段ボールソファでは一番怖いのは座った瞬間に潰れること、ね、段ボールはそんな頑丈なものじゃない。で、まあ、来週ソファが来るから、来週まで持つ段ボールソファ作れるかどうかちょっと試してみたいんだけど、どんな風に作ればいいんやろね。俺は考えてるのは、段ボールでこういう形、もうソファの横の形を切って、でこれ4枚ぐらいね、4枚ぐらい作って、その1枚ずつこうやって並べて、その上にまた段ボール貼って、で中にも支えるように、これ何て言うんだっけ、これこの発泡スチロールも詰めて、なんと人が座れるようにしたいです。だからこれ前から見ると、この段ボールがこうやって来たる、4つ段ボール切って、でその上に字が汚い、字っていうか絵が汚い、こんな感じで、でこの長いのを支えて、その上に座るとこを貼るっていう感じ。設計図は終わったようで作ってみようぜ。これで横からのソファの形を変えて切っていきましょう。こんな感じのソファになります。でこれ何枚できるだけ作っといて、並べて、そしてその上に段ボールまた貼るつもりです。よっしゃ。じゃあ1、2、3、4、5、6、7枚作った。まだ薄いけど、段ボールの間に、この段ボールと段ボールの間にこの発泡スチロールをいけるかな、うまく詰めて人間を支えられるようになるかな。こんな感じに入れて、この上に段ボールここ貼って座れるようになるかな。どうやろう、どうでしょうかね。
こんな感じになってきたんだけど、この上に段ボール貼ってようやく座れる状態になるかな。どうでしょうね。まあ俺子供の時からずっと物を作ってた。あのお兄ちゃんと庭で物を作って、木登って、なんか木の中でトリーハウスみたいな台、なんか座れるとか立てる台とか作って、もう育ちは違うんだよオーストラリア人な、育ちは違うんだよ。よし、まあ、もうほぼ完成かな、一人用のソファで、ちょっと斜めになっちゃったんだけど、あれ、直らないかな、斜めになっちゃったから、ここを消せばいいか。皆さん、座ってみたいと思います。まず、クッション置いて、で、最初座るときにちょっと段ボールは崩れると思うんだけど、でもそれでちょっとなんとなく大体の形保てばいけるかなと思うんですけど、ちょっと座ってみます。おっ、おっ、いいんじゃない。おお、めっちゃいいやん。動いたら壊れそうけど、めっちゃいいこれ。全然いいこれ。じゃあ、皆さん、お金なくてソファ買えない人たち、みんなやってください。ね、自作ソファ。めっちゃ楽しかった。なんか久しぶりに物作ったって感じ。しかも、持たれても崩れない、これ。ほら。お、崩れそう、崩れそう。でも、普通にこうやって座ってたら、OK。